清宮、お前は日々頑張ってるよな。頑張ってるだけじゃダメなんだよ。お前には絶対負けない。俺がノアを持っていく。まあでも GHC チャンピオンって崇高なる王者って言われてるじゃん。まあスポーツ選手もそうだし、いろいろあるんだけど、それ以上のもんだと思うんだよね、崇高なるって。やっぱりもう俺の中では崇高イコールもう神だと思ってるから、神ぐらいの存在なチャンピオンだと思う。でも今の GHC チャンピオンに神はいないよ。神なんてすぐになれるもんじゃないと思う。だが時間をかけて俺が神の存在になってやろうと思っている。まずやっぱりこう戦いとして、この GHC 思ってる選手っていうのは本当に世界で最高峰じゃないといけないっていうふうに選手としては思ってます。あとこう、会場が一体になる、そんなこう試合ができる選手がチャンピオン像として自分の中ではですね、はい、ありますね。あいつは神にはなれないね。憧られる存在にはなると思うよ。まあ何だったらね、今子供でなりたい職業1位のそこら辺の YouTuber だよ。だから YouTube 始めたんだろうって。 あいつはね、憧れられる人にはなれると思う。だが GHC ヘビー級チャンピオンはちげえだろ。神にならないといけないんだよ。モニタリナスさんみたいなものは感じてたんじゃないかなっていうふうには思ってますね。こう頑張ってるだとかそういう言葉を向こうから言われたので、剣王自身もやっぱり、まあ、僕に対してちょっともやっぱ物足りないっていうのが感じてるのかなっていうのはありました。まああいつは俺のこと大好きだろ。いや好きじゃないですよ。全く好きじゃないですね。はい、もう歳は取りたくないね。いや全く思わないかな。それを感じさせない選手だし、はい、本当に年齢というのをプロレス業界は全くこう関係ない、むしろこう上乗せしてリング上でもっとこう味が出てくるという部分だったりとか、いろんなものがプラスされていくので、試合に関してはそういうものは関係ないと思ってるけど、でももう本当に剣王とこう何度も当たってきて、いろんなところで本当に自分のターニングポイントになる試合がいくつもあって、もうでもここで引き離さなきゃなって、もう一気に俺が行かなきゃなって、そういう気持ちですね。確実に試合前から負けてるとは思う、話題性において。でもそれを超えようと思わないと、もうノアに未来ないでしょ。どうにかしてでも超えてやろうと、もうずっと考えて1月1日まで考え尽くして戦いたいなって思ってるね。とにかく GHC ヘビー級選手権を見ろよ。本当難しいですよね。でもやっぱ、もう今にかけるしかないんじゃないかなって思うんですよ。もう命かけて本当にやるしかない。もうその後のこととか考えずに今に全てかけるしかないと思ってて、それで新しい刺激作っていければ、絶対に負けないと思ってます。丸藤健太、丸はねノアで一大ブランドを作ったやつらだから。三沢小橋田上ね、秋山ね、の後は丸藤健太だと思うんだよね。その後ノアでブランドを作れたかというと、これといって多分ないと思う。だからね、丸藤健太の後のブランドは剣王だって
俺一人でブランドを作ってやろうと思ってるね。僕見てたので、その、はい、マルケンタック、はい、ファンとして小さい頃見てたので、あの今ちょっとファンの気持ちになるとやっぱワクワクはしますけど、プレイヤーとしてもうここは勝負だなって、今のノアを日本武道館に来た人にはこう感じてもらう、はい、いや本当俺だけ見に来てほしいっていうのがあって本当俺だけを見に来いって、その気持ちがあるので、お客さん熱くさせようっていう気持ちになるし、やっぱりそういう刺激は常にありますね。清宮、お前は日々頑張ってるよな。いや本当に頑張ってると思うよ。ああ俺もお前がめちゃくちゃ頑張ってると認めるよ。日々大変だな。ああ日々忙しいよな。頑張ってるよな。だがなおい、頑張ってるだけじゃダメなんだよ。おい、いいか、頑張っている、そんなのな、おい、認められるのは、日常生活だけだ。俺たちはプロなんだぞ。プロフェッショナルだ。客の癖労働に非日常を見せないといけないんだ。頑張ってる以上のものをもっと見せてくれよ。見せてくれないんだったらな、俺が1月1日元日日本武道館で頑張ってるだけの清宮海斗潰してやるからな。今まで何度もお前と試合してきたけど、元日日本武道館、ここだけは俺譲れないよ。お前にこのベルト取れるもんなら取ってみろ。武道館でノア持ってくのは俺だよ。お前には絶対負けない。俺がノアを持ってく。New Year's Day at the Nippon Budokan, the GHC Heavyweight Championship is on the line, where Kenno challenges Kaito Kiyomiya for Global Honor Crown Gold, streaming live only on Wrestle Universe!